皆さんこんにちは、大堀123でございます。さあ今回もね、アコギのすすめということで始めてまいろうというふうに思うんだけれどもね、前回夏メロというものを取り上げてみようじゃないかということでね、まあ、前回は風の海岸通り、いろいろユニークなコードが出てるよってお話をしたところ、大変これがまた好評だったということでね、ありがとう。夏メロというものをやっぱり改めてね、もう一回やってみようじゃないかパート2ということでね、もうフォーク世代の人たちが見たら、ああ知ってるよっていう楽曲だと思うんだけども、花びらが散った後の、そう、前回も取り上げたんだけど、伊勢正三さん、そして大久保和久さんという風という、まあ、フォークデュオがいましたけど、これもまた名曲です。ささやかなこの人生、イントロのコード進行をちょっとね取り上げていこうというふうに思うのよ。これまたいいんだよね。この楽曲のイメージはある種そのつけるような感じなんじゃないかなと思うんだけど、どんな感じかというとこんな感じね。印象に残るからこそ今回のこの動画の内容があるわけだけどもね、ちょっと見ていこうというふうに思うね。行ってみよう。花びらが散った後の桜が、キーは D、 D コードがメインっていうことになるんだけどもね、まず一通り見ると、これよ、 D コードを基盤にしてこんなことが起こったんかいというふうに思うよね。まずスタートはもちろん D からね、1弦の2フレットの中指を1弦の開放にして D アドナインス、この1弦の2フレット、さらに1弦の3フレットを押さえた形にして、この音 D のサスフォン、そしてその次が1弦の2フレットの状態にして D、 この流れを繰り返すという感じね。コード進行としては D、 そしてまず D アドナイス、 D サスフォン、そして D に行くという感じなんだけど、この1弦のポジションだけが変わっていくっていうのが今回のミソなんだな。 D の雰囲気はそのままに行くからね、これ一緒。じゃあそれを踏まえた上でやると、このコード進行って結構いろんな楽曲でも使われてるんだけどね、王道のコード進行の一つと言ってもいいかもしれないよ。でもそれはまた後で説明するとしてね、弾き方もねちょっとレクチャーしてみようかなと思うんだけど、典型的なコードストロークだね。5弦から1弦まで本当にストロークっていう感じ、シンコペーションがいくつか入るという、まあ典型的なパターンでね。このストロークで大事なのって出だしなの、 D のコードの出だしの時にこういう風にジャカジャーンってかます、これがねミソなんだね。低音をちょっと強めにって感じでやるとそれらしい感じが出るんじゃないかな。 D アドナイスに切り替わった時はアップストロークからがスタートなんだけど、ちょっと強めにガッてやるといいかな。するとこうまたメリハリがつくのね。 D サスフォーの出だしっていうのがダウンストロークなんだけど、
その時もちょっと強めに弾いた方がいいかな。こんな感じで、こんな感じでちょっと強めにやるといい。最後の D も出だしはアップストロークなんだけど、それもちょっと強めにやった方がいいかもね。そういうメリハリをつけた方がはっきりしやすいというか、それらしさが出ると思うよ。っていう感じでやるとちょっと聞こえ方が違うでしょ。普通にでやるよりもこんな感じでやると全然聞こえ方が違う。だからアコースティックギターだからこそこの強弱が出るわけね。ここが大事なのよ。わかるかなみんな。ジャッと言っときゃジャッと言って、弱く言っときゃシャラッと弱く、こういかないと、それらしさを出すにはこういう要素を出していった方がいいかなって僕は思うかなっていうところね。じゃあそれを踏まえた上でどういう弾き方をやってるかっていうのをね、改めて見てみようかなと。言ってみようかね。難しいことではないよね。 D のコードをベースにその1弦のポジションが移り変わっていくというところでね、本当にまさにもう王道のコード進行ですよね。ちょっといろいろ組み合わせを変えて違う感じになってる曲も多いけど、まあ、例えば長渕さんのキスマミリーの青春とか、この出だしでしょ。キーは違うんだけど、まあ、例えばアリスで言うと、今はもう誰のって出てくるし、普通のコードにアドナインスとかサスフォーっていうのをいろいろ組み合わせていくというのはいっぱい出てくるんだよね。右手は本当純粋なねソロっていう感じで、メリハリ強弱をちゃんとつけるっていうところはまあ当然としてもね、シンプルにいってるからまたいいのね。フォークにも似合うコードなんだけど、なんかちょっとやっぱり違うんだよね。だ海岸通り同様、何か他のフォーク系のアーティストと何かがちょっと違う部分があるような気がするという、そんな話なわけだけどもね。うん、皆さん楽しんでいただけたかな。12月30日には日当たりのライブ配信やる予定なんで、詳細は動画の URL から見てください。チケット発売中ですので、ぜひ遊びに来てね。大堀一二さんでした。さよなら。大堀一二三からのですね、お願いでございます。私改めまして大堀一二三です。音楽は弾き語りというものをテーマにですね、このようにアコースギターを持ってですね、レクチャーだったり弾き語りだったり、こういうテーマにまつわることをやってます。もし私の動画をご覧になって、そして私の活動をご覧になってですね、いいなと思ってくださった方がいらっしゃるのであれば、ぜひともですねチャンネル登録のほどよろしくお願いしたいと思います。チャンネル登録をするところはですね、こちらとこちらにあると思いますので、ぜひよろしくお願いしますよ。